どうも66組のエンタメラボへようこそ。66組のキメラジとサクとベッチです。はい、ということでですね、はい、今回は初めての、はい、私たちはどうかしている筑前最高撮動画ということでね、はい、今夜やっていきたいと思うんですけども、まあ、前回第1話がね、はい、終了いたしまして、うん、ついに明日は2話ですよ。はいはい、早かったね、この1週間はね、なんかもうあっという間に訪れまして、まあ、私たちは同化している関連でいうと、初回放送日、12日、翌日の13日には、原作の13巻が出たりですとか、あとはまあ私たちは同化しているの主題歌、東京事変さんのね、赤の同盟のミュージックビデオが YouTube の方に、そう、数日前にアップされてたりなんかして、フルで、聞くことができたんですけど、まあめちゃくちゃかっこいい。やっぱりこの世界観が本当に素晴らしくて、この作品のためにそう書き下ろしの、そうそうそうで、やっぱ1話見た人もねもう分かると思うけど、その赤の同盟っていうのは赤を見るとなおはさ、やっぱり和菓子が作れなくなって、なんかちょっとね発作みたいなの残しちゃうっていうところで、重要なキーワードの色になってるっていうことで、かなりこの主題歌と私たちはどうかしているドラマとのリンクが本当に素晴らしいので、ぜひ見てみてください。 YouTube のちょっとリンクをね貼っておきますんでね、そちらも見てみてくださいと。あと新情報だと、横浜流星さんと浜辺美波さんも犯人を知らないらしいですよ。ああ、なるほど。それ誰情報なんですか？これはね、可能性情報なんですよ。誰ですか？友達です。知るか。なんかテレビであのね、ソースがわかんないんだけど、言ってたって、テレビで言ってた、テレビで言ってた。で、何のテレビでそれが分かんない。分からない。ふわっと見てたらしい。あんま可能性のこと責めないで。大事な友達だから。それをあんま言うな。そう。いっぱい見てる方に。大丈夫、言っていい。それをすごい堂々と言ってきたのにびっくりしたけど。まあ日テレの何かで言ってたんですよね。まあテレビで言ってたってことはね、本件。ちょっとその番組とかもしね見てた方いたら教えてくださいということで。はい。私たちはどうかしているは毎週水曜日夜10時に日本テレビ系列で放送されていまして、僕たちはその翌日木曜日の朝9時半に熟語考察動画というのを最速でアップしています。でですね、私たちはその放送日前日にはですね、その直後考察についた動画をまとめて再考察した直前再考察動画というのを上げていますので、ぜひその3本を揃って私たちは動画しているを一緒に楽しんでいけたらなというふうに思いますと。はい、ということでね、まあ前回第1話のね直後考察動画からね渡道の考察始まったわけなんですけども、でまあたくさんのコメントをいただきまして本当にありがとうございます。やっぱりねコメント見ると、あ、そういう観点もあったなっていうのが、いやめちゃめちゃ気づかされる。そう、気づかされて、そうで結構やっぱ原作読んでない方が多いのかなっていうところがありましたので、だから逆にそれで新鮮な、なんかもう考察しようっていう頭で入って見てるじゃないですか。だから本当に純粋に漫画をね楽しもうと思って読み始めた僕らっては気づかなかった部分がたくさんあったりしたので、ちょっとそういうのでいくつか気になったコメントがあるんでね、紹介していこうと思います。そうだ、1個謝罪させてください。ネタバレをですね、するとこはアナウンスするということで、前回アナウンスもして一応最新の注意を払ったんですが、親切心でですねテロップを入れてしまって、耳塞いだのにテロップ見えちゃうよっていう完全に言われてごめんなさいっていう。それはごもっともです。申し訳ない。なのでネタバレって入れて、そこはもうそのネタバレっていうとこをずっと入れ続ければ、それが消えたらあ、ネタバレ終わったんだって分かる。またイヤホンしていいよっていうことがあります。そうです、そうしましょう。そうしましょう。爪が甘すぎましたね。めちゃめちゃ見えるようにテロップ入れちゃったんで、ちょっとバレてしまった方申し訳ございません。でもその犯人とかではないので。そうですね。っていうか犯人は分からないので、俺らも。そう。なのでまあそこまでの情報ではないので見てもいいかなと思う。逆に言うとね。はい、ということで、それは気をつけていきたいと思います。まあその第1話の軽いあらすじだとかちょっと気になる点っていうのは前回の直後考察動画でねリンク貼っておきますので、予習復習していただけたらなというふうに思います。でですね、それで今回いただいたコメントをねなぞって終わりにしていきたいなというふうに思うんですけども、じゃあまずこれからいこうかな。みんさんですね。出た。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、みんさん、原作見ずに純粋に1話見て感じたことは単純ですが、神の京子と宗十郎が手を組んで樹を殺したのだと感じました。椿が犯人の証言をした時、お上は椿に対して本当にお父様の部屋にいるのを見たのとしか聞いていません。一度も殺したところを見たとは言ってないのが気になりました。この証言を椿にさせるために、お上は殺害前に百合子を樹の部屋に行かせる。りおじを頼み、その場面を椿に目撃させる状況を作った。椿は単純に部屋にいたということだけを伝えたのかなと感じました。そして樹が殺されたという大変な時に総重量の姿が一度も出てこなかったのも気になったので、今日もと総重量に協力関係があるのではと感じました。ということで総重量出てこないね。そういう、確かにそうそうそう、出てこないし、確かにその本当にお父様の部屋にいるの見たのって言って、さくらのお母さんって言っただけで、そうだね。これにその会話としてはちょっとなんかまあ抜けてるところあるね。殺したのとかは抜けてるのを見たのとかいろいろ抜けてるし、この証言のなんて言うんだろうな、かなり曖昧な証言、椿もあんな血だらけの状態で、そうね、あんな幼い子で、あの一言で捕まってしまうっていう、なんかその謎が多いよね、あそこ。なんかだから本当幼稚園生ぐらいの子供の言うことを信じて、まあ一応指紋があったら、ああそうかそうかそうあったとは言ってたけど、でもそれに関しての情報というか、それに関してもあ確かになと思ったことがあって、ゆかさんですね、ありがとうございます。想像以上に面白いドラマですねということで、個人的に気になったのは凶器の包丁についていた指紋です。ゆり子は厨房で働いていたから包丁に触ることもあり得るんじゃないかなと思いました。誰がはめたかはわからないけどということで、これも確かに鋭い。確かにそうだよね。いくら確かにそこの現場にゆり子の包丁が落ちてたとしても、だってゆり子はね職人なわけだから、日頃ね包丁を持って入れ替えればいいだけやもんな。そうだね、そうそうそう。確かにね、前回カットしちゃったんだけどね、その警察の指紋もね、まあ偽物なんじゃないかとか、警察自体ともつながってるんじゃないかみたいのも俺らで考察したんだけど、確かに指紋は実際に京子のものだけども、殺人に使ったものではないっていうのも全然あるね。そうだよね、うん、それがまあ指紋がついた状態のものを手袋してはめて、その凶器として使ったら、犯人のはつかないけどゆり子のは残ってるっていう可能性もあるので、そうかそうかそうか、細工もできるのか、全然できる。和菓子の赤いペンキとかでも全然血の感じ出せるから、そこまでも細工して、もっと警察調べようぜ。甘ってなる。それしてたらもうちょっと警察無能すぎる。なんで、ごめんなさい、色だけしか見てなかった。そういうことね。甘さも甘さもペロッってっていうのもあるので、そう確かに。だからこのそうだね、包丁の指紋っていうところもめちゃめちゃあるね。鋭いな。鋭いね、確かにそうですよね。和菓子屋さんで怒ってるっていうところだから、確かに盲点だったところだよね。厨房で働いてる人の指紋ってそれはつくだろうっていうね、ところがありましたと。で次ですね、まあまた次も殺しの若旦那、殺し樹の殺害の犯人について考察いただいたんですけども、クンハンさんですね、ありがとうございます。直感なんですが、椿は若大将を殺した可能性もあると思いますと。もちろん子供だからよくわからなかったというところもあると思いますが、頬まで血がついていたのでどこか怪しいなと思います。血だらけになるほど死んだ父親を触ったなら、もっと焦燥して証言とかもちゃんとできないものじゃないのかなと思います。ただ15年後の現在の椿は父の死をあまりよく思っていなさそうな表情に見えたので違う気もしますが、あと誰かに直のお母さんの犯人って言わされたっていう可能性もありますよね。ちなみに検索はわかりますか。そうなんだよね。確かに誰かに言わされたっていう説とか、あとその前後の文脈、問いかけに対しての桜のお母さんっていう、なんて言うんだろう、いろいろやっぱ抜けてるよね。その言葉足らずなところが多かったりするから、だから確かにその可能性もめちゃくちゃありえるよな。言わされたっていう可能性もある。確かに頬にね血もついてたのも冷静に考えたらおかしいっちゃおかしいな。おかしい。でまあちょっとそれに関連してまたクンハンさんか、はい、そうだからこの今のナオのねその目的というかそういうところに通じるんですけども、はい、単純にナオが復讐するために椿と婚約したのか、ただの和菓子職人として生き残るために婚約したのかっていうのがわからないですと。ナオは和菓子を作っている時は一人じゃない気がしているから和菓子を作るために生きているみたいな感じで言ってたけど、今月屋に入ったのはまた別なんでしょうかね。そもそも復讐というのは具体的に何をするんだろうっていうのが気になりました。まあ、だからこの復讐っていうのはだからその今月屋に対しての復讐っていう風に捉えていいのかな。まあ真相を明かしたい、真相を明かしたいっていう、だから光月さんを疑ってるってことでしょ。の中に犯人がいる。そうそう、本当のそうそうそう、だからもう光月案をぶっ潰すっていうのが。でもこれで確かに椿に恋してさ、その椿が犯人もしくはその加担してたらさ、かなり切ない。いやめっちゃ終わりにはなるよね。どうかしてるな。どうかしてるよね。どうかしてるでも。発狂して終わるよこれ。そう、まあ展開としては面白いっちゃ面白いけどね。それも胸クソ展開だけど、そういうのが割と大好物ではあるからな。ね、面白いよね。でもまあなお自身にもね、またいろんな心境の変化が今後ね訪れてはくるんですけど、まあ現時点では真犯人を暴きたいと。全てを奪った攻撃案が憎いんですよ。まあまあまあそうでしょう。お母さんを奪ったし、確かに確かにっていうのでいわゆる復讐っていうところがありましたと。あとちょっと面白いコメントがありまして、あやぺさんですね、手紙の件で「なおが20歳になったら渡してくれっていうぐらいだからもっと衝撃的なこと、確実はお父さんはいつきです」とかが手紙には書いてあるのかと思ったけど、視聴者目線からしたらそれはなおのお母さんが犯人じゃないのなんて当たり前じゃんと思っちゃいました。あの手紙をあえて20歳にならないと見せられない理由もよくわからなかったです。確かにね、そこなんだよね。だから本当に書いたのかってことになるよね。そうし、逆になおはお母さんがやってたと思っててたのか、あれを読むの。いや、そんなことない。じゃああの手紙別にあれがあってもなくても、やっぱそうよねってなったとか。そう、まあやっぱそうだよね。めちゃめちゃ驚いてたけど。確かにね。めちゃめちゃ驚いてた。まあだからなおが驚いたのはまさかお母さんから自分宛ての手紙が来るっていうことに驚いてて、私がどうにかしなきゃっていう気持ちになった。そうなったんじゃない。まあやっぱ確かにつらつらいろいろ書かれてるよりもあの一言がバッてさ渡された時のその切羽詰まってる状況みたいなのがあったのかもしれないし、うん、本当にお母さんが書いたのかどうかっていう疑問もまだあるわけね。確かにさ、だって我が子にさ、うん、あれ書いてさ、夏のその書かないんだお母さん、あんなこと、うん、だってさ、なんかそれまた背負わしちゃってない、うん、娘になんか「私の復讐してくれ」に聞こえるじゃん、あれって。確かにね、我が子を思うならさ、ああいうこと書かない気してくるな。まあ俺らもさ考察でお母さんじゃないんじゃないかって言ってたけど、よりやっぱこういうの見てお母さん書かない気。確かにより復讐心をかきたてたり。そうだよね。やっぱだからなおがそれを見て、なおがさまともな道に進むとは思えないよね。っていうか進もうと思ってたのにさ、そうってことになるよね。また行かなきゃっていう。もう忘れようとしててもそれでさ気分晴れないよね。怪しいっすね。でなると出てくると、でそれでまあその手紙に関するねコメントもいただいたので、笹桑さん、はいありがとうございます。原作を見ていないのですが、手紙の差出については常に考察できるようになっていますね。封筒の宛名の7は1画目が下に跳ねていますが、便箋の7は跳ねていません。封筒と便箋過去中身は別人が書いていると思いました。おそらく育三郎が北側ですねが中身をすり替えて渡したと考えました。と言ってももう原作で答えが出ているようなんでこの考察は意味がないかもですが、いえいえそんなことないです。なるほど。ここに関して出てないしね。まだ手紙に関してはそうですね、まだ出てないですね。誹謗中傷のメールについてはここでは言わないけど出て、まあそうそう、ネタバレをねしちゃった前回の1話があるので、もしそれを見るとわかるんですけど、ここに関してはまだ出てない。手紙の差出人については、このお母さんからなおへの手紙の差出人についての真偽はまだ不明、だからこれ全然あると思うよ。これ確認したらちょっとやっぱ違いましたね。まあでもね、正直ね便箋のこのあれについてはまあ確かに跳ねてる跳ねてないの部分で違うところがあったんだけど、まあそんな別人が書いてるかって言われてるほど全く違う事態でもないし、いずれにせようまかったよね。うまかっただし、同じ人物が書いたと言われても別にそんな本当かって疑うようなぐらいの誤差はなかった、軽い誤差でしかなかったんですが、まあ確かに違ったね。そうまあちょっと違ったし、確かに便箋の中身をすり替えるとかはありそうで、本当の手紙が今後出てくるとかね、本当の中身の手紙はありそう、ありそうよ、全然ありそう。だから滝川がいろいろ書き乱すために中身をすり替えて、全然あるなとか、それだよ、それはありそうだよ。確かに今後本当の手紙が出てくるっていう展開あったらまあ面白そう。原作ではないからね、まだ今んとこねそういうシーンはないから、確かにそういうのは面白そうで出てきそうですねっていう感じですね。次、これもまあ字に関するところなんですけども、みきみきさんですね、ありがとうございます。私のドラマを見返したんですが、なおが小さい頃に胸につけていた名札のなおの字と手紙のなおの字は違う時代のように感じたので、やはり手紙をお母さんが書いたのではないのかなと思いました。手紙はじゃあ違う人が書いたのかなって、封筒も手紙も違う人ってことだよね。全部偽装ってことか。まあでも確かにね、その名札の名前に関してはさ、やっぱりちょっと太めのマッキーみたいなので書いてるし、ちょっと丸文字みたいな、ちょっと丸文字でね、まあ結構綺麗な字ではあったんだけど、でもまあね、なんだろう、幼稚園につけてくワッペンだから、あのぐらいのなんかちょっと丸くして書くのは不自然じゃないかなというふうには正直思えたのかなっていう感じだけど、時代はまあもちろん違ったよね、リセットっていうのは。いい目線だね。いやそうだよね。だから確かに字のところとかね、そういう細かいところ、例えば誰かから誰かに送られた何かとか、そういうものはまあ、今後も多分出てくると思うんだけど、うん、それこそねお菓子とかも重要なことになってくるかもしれないんですけども、ちょっとねそういう小道具的なところを要チェックでいったところですね。ということで、まあ、直前考察はね、うん、こんなところになるんですけども、まあちょっとあとはまあお知らせといいますか、ホームページの方でもいろんなコンテンツが上がってますよっていうところで、まあ、綿堂和菓子っていうのがねまず上がってたりですね。そう劇中にね出てきた和菓子の解説がされていたり、そう結構ちゃんと大きく写真が出ていたりするので、可愛いしめちゃくちゃ美味しそうだよね。こう皆さんも言ってましたけど、和菓子食べたくなりますね。めっちゃ食べたくなる。もう今甘い口になってるみたいな。そうそうそう。まあやっぱりお菓子、和菓子屋さんがテーマのドラマですから、やっぱり和菓子のディティールにはかなりこだわってて、であと原作との再現度っていうのもあるので、改めてこれ原作の漫画と見比べてみるっていうのもね面白いかもしれないし、あとまあ近日公開で和田堂の着物フォトギャラリーみたいな感じで、これも楽しみだね。浜辺美波さんとね2人とも。我々も着物ギャラリーやるけど公開する。一応公開しとこうか。ああこれですね。トン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 。食卓で不気味なキメロジが。そうそうそう。不気味キメロジが見えますからね。犯人だよね。あれ犯人。あれは心霊映像ですね。心霊あれは写真あれどんどん消えてってるからキメロジ。薄くなって。そうっていうね、楽しみ楽しみだねっていうのもあったりして、だからホームページもね結構随時積極的に更新されてるので、はい楽しみに。個人的に歌もね、おかみのそうそうこれもちょっと怖いですよ。おかみのわらべ歌っていうかごめを1話で歌ってたじゃないですか。それのなんかまあそれいやなんか長い版ではないんだけど、ケーキテレビのねみんなの歌の感じで始まって、めっちゃダークなかごめが流れるっていうシュールなね YouTube 動画が公開されているんですけども、そうだからね次回のね曲もお楽しみって出てるから、なんか歌うんかなっていうね。そうこれも楽しみで、だから割とそういったなんか SNS の展開とかもねいろんな派生が楽しめそうなので、なんかこういう立ち位置から見てもガチな犯人ではなさそうだね。まあそうだね、ちょっとなんかちょっとなんかなんつうんだろうな、マスコットキャラじゃないけど、ヒールだけどなんか憎めない愛されヒールみたいな立ち位置になってきそうだね。なってきそうだよね。ネタキャラじゃないけど、これで本当に殺してたらこれどう見ていいか分かんない。そう確かに本当にヤバいやつとして見ないといけない。いや確かにそうだよね。だからちょっとこういったねコンテンツも楽しみながら、和田堂も楽しんでいきましょうということでね、私たちはどうかしてる、ついに明日第2話が放送されるということで、まあ原作とねどういう違うところが出てくるのかとかね、どこまで進むのかもね注目して見ていきたいなというふうに思います。はいということでね、改めまして私たちはどうかしているは毎週水曜日夜10時から日本テレビ系列で放送されてまして、私たちはその翌日木曜日の朝9時半に熟語考察動画というのをアップしています。でその熟語考察動画についてコメントをまとめて再考察した、直前再考察動画というのを放送日前日の火曜日にアップしてますので、その3本揃って私たちはどうかしているを見てもっとどうかしちゃいましょうと。もっとやめてよ、どうかしちゃうよ。もうやっぱ2次撮影はみんな眠そうから元気でやっておりますけどね。はいそんな感じでね、そして僕たちは他の活動もちょこちょこやっておりますので、そちらにね僕たちのことも好きになってよりみんなで楽しんでいければいいなと思いますので、ぜひ登録の方お願いいたします。はい。ということで、以上66首でした。ご視聴ありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思った方は、グッドボタン、高評価の方よろしくお願いいたします。はい。ということで、ペチ。次公開されるであろうコンテンツ、綿堂何？綿堂ティラミス。ティラミス。